こんにちは、の久保です今回の Q&A は Google マップの使い方で自分でお店とか会社をね経営されてる方まあ飲食店さんですとか民泊業者さんですとかねいろいろあると思いますけどもこういった方へのちょっとしたアドバイスでございますまずは自分ののお店のポイントをを Google マップに埋め込む作業これをした方がいいですよね、まあ、そうするとですね検索で見つけてもらいやすくなるんですよ でそこには当然ホームページの情報とかオーナーさんのお店の紹介文章とかつけることも可能ですし写真を埋め込んでおくこともできますそうすると来店客数が上がることにまあ一手になるわけですよあというのが多くの方は Google マップでもってねええー、土地検索をしますんでそうなった時にあこんなお店あるんだっていうふうに気付いてもらうこれは大きいですよ、ね、そういうことなんで やっぱりアクセスアップのね、一つのポイントとして、Google マップに自分のお店のポイントを埋め込んでおくことと、お店の紹介をそこに投稿しておくこと、写真を掲載しておくこと、ホームページの URL をつけておくこと、さまざまやることがありますえ。そしてですね、例えば、例えばですよ、私の方に、ぜひね、このお店の口コミを書いてくださいということでしたら、まだ利用したことがなくても、 良さそうな店なんで近くに行った際には立ち寄らせていただきますのようなレビューを書くことも可能ですんでご依頼くださいその際にですね現場の写真を何点かいただくと、まあ、マックス50点ぐらいねいただくとその写真も私のアカウントから投稿して評価することができますんでより効果が高くなると思いますということなんでそちらの方の依頼も私の手が空いてる限りねやらせてもらいますので もしくは直接お伺いして、えー、そういった機会も訪れると思いますんであぜひね私のことも活用していただければと思います、えー、ということでねいろんな商売を成功に導くそのきっかけってのは知られるってことなんですよその意味で Google マップに自分のお店や会社のポイントを埋め込んでおく作業これはねぜひね店舗のオーナーさんとかはやった方がいいかなと思いますね えー、口コミを編集というところでやることも可能ですんで実際私ね自分のお店がもうなくなりましたんでやってるところをお見せすることができないのが残念なんですけどもんここはねうまく活用していただきたいかなと思います、はい、Google マップに自分のお店情報会社情報を埋め込んでおいてくださいということでございました、えー、簡単に手探りでできると思いますのでトライしていただければと思いますそれでは今回の回答も以上です